小なり百万回言えばよかった大なり佐藤健が洋食屋のシェフに恋人井上真央の前から姿を消す。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も佐藤健のファンへ情報をご提供させていただきます。1月13日に始まる女優の井上真央さん主演の連続ドラマ、100万回言えばよかった TBSK 金曜午後10時は脚本川立直子さんの完全オリジナル作。突然死んで幽霊となって現世をさまよう鳥の直樹、佐藤健さんと恋人の直樹の死を受け入れられない相場優衣、井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事魚住城、松山健一さんの3人が運命に必死に抗い奇跡を起こそうとする姿を描く。佐藤さん演じる鳥の直樹、鳥の直樹を紹介する。菱形ある日突然、幽霊に。直樹は洋食屋ハジドリのシェフ。優衣とは14歳の頃に里親施設で共に暮らした。2年前、20年ぶりに再会し、恋人同士になる。ある日突然、不可解な事件に巻き込まれて幽霊になる。優衣には姿が見えず、声も届かない。譲渡だけは話せる。菱形初回ストーリー。互いを運命の相手と確信していた優衣と直樹。優衣にプロポーズしようと決めた矢先、直樹は不可解な事件に巻き込まれる。最愛の人が突然姿を消した悲しみに暮れながらも、直樹を懸命に探す優衣は、刑事魚住城と出会う。後日、城は町中で直樹の姿を見つけて話しかけると、直樹は幽霊となっていて、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。